嫁と俺のマルコで す, です。よろしくお願いしま す, いしますというわけで今回は、はい、ヤマハさんにこのちっちゃいアンプじゃん THR30-2 こちらをお借りして演奏してみました。はい、まあデモ演奏というかチラチラ弾いてるとこね、うん、多分この喋る前にさ流してると思うんだけど、はい、いい音だ ね, そうだね、このサイズで ね, ね、こんなちっちゃいのにさ、ね、メタル王子さんはね、基本的にゴリゴリに歪んでる音しか使わないからさ、あんま参考にならないと思うんだけど、クリーンとかもね、いい音すんだよ。いい音だ。めっちゃいい音すんだよね。ゴリゴリだ。で、これをヤマハさんにわざわざ借りたんですけど、はい、なんでこれを借りたんだいと、あマルコくんは、はい、急になんでそんなヤマハさんにおねだりをしたんだいと、ヨメちゃん。はい。来たる、お12月19日日曜日、うん、ヨメと俺、ギター弾きまくり、歌いまくりライブしまーす。よいしょよいしょよいしょだよ。名古屋のね、はい、名古屋のヤマハのビル、うん、ヤマハさんのビルの1階で演奏させていただくことになりまして、はい、まあ、12月の19日の、5時だっけ、夕方の5時から1時間6時までね、はい、でしかもさ、これこのチャンネルとヤマハさんの YouTube チャンネルで生配信いたします。だから名古屋に住んでないよとか、うん、見に行けないよっていう人もその時間に、うん、パソコンの前、スマホの前にいてくれたら、俺たちの生演奏を聴いていただけるんで、ついそう見に来てねー、来てください。これなんだイエイ急に、どうした急に、どんなテンションだ本当にさ。でな、会場にも、うん、ま、もともと確か40人入れる会場なんだよね。うんうん、なんだけど、まあ、今コロナの関係で20人までお客さん入れるから、はい、まあ、生でね、現場でね、見たいよっていう方はぜひとも、あの、コメント欄にリンク貼ってあるんで、そこから飛んで、あの、申し込んでみてください。はい。で、20人以上申し込みがあった場合は抽選になっちゃうんで、そこだけね、うん、あの、ご了承くださいませ。みんなで盛り上がりたいね。ねえ、盛り上がりたい。すごく楽しみなんだよ。ね、でさ、うん、俺はいつも通りっていうか、このパシフィカを持っていくんだけど、この、はい、よく使ってるこのヤマハのギターだね、ええ。で、ヤマハのアンプを使うじゃん。うん、で、嫁ちゃんはいつものヤマハのギターと思いきや、いやあのね、一個、すごく気になるギターがあるんですよ。それな。それな。で、そのヤマハってビルなわけじゃん、うん、で、例えばワンフロア全部ギターみたいなフロアあったんだよ、写真見た感じね、うん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 、で、カタログに載ってる楽器全部そこに載ってそうな雰囲気だったのよ、はい、ってことは、その嫁ちゃん、まあ俺らが気にしてるギターあるんじゃないかなと思ってさ、ちょっと借りれないかなみたい な, それ使って演奏できないかなみたいなね、で、現地でこねようかなと思ってさ、うん、これ使ってライブやっちゃダメっすかねお願いします。山田さんよろしくお願いします。お願いします。だこんだけ言っといたらさ、うん、貸さないわけにはいかないだろう。いやでもアンプ貸してくれてるぐらいだから、うん、ね、まあ楽しみ。楽しみ。触れることがまず楽しみだね。楽しみ、すごい楽しみ。うん、行ったことないからさ、俺も。ああ、そっか。そうそうそう。だから実際にその店内じゃないけどさ、うん、そこちょっと見れるのも楽しみにしてるし。うん、で、もしかその嫁ちゃんが本当にギター借りれたらさ、いつもと全然違うギターで、うん、俺もいつもと違うアンプを使ってやるから、普段動画でね、聴いてもらえる嫁と俺と違うサウンドになると思うんだよ。そうや、うん。うんうん。それもなんか楽しんでもらえたらいいなーなんて思ってます、うん、ますイェイ。イェイ。なんでちょっと横にスライドしてたんだよ。イェイみたいな。それ何なんだよ、それ。何なんだ、それ。何のサインだよ、一体よ。グッドだよ、グッド。グッド1個でいいんだよ、そんな。まあ、そのわけで12月19日日曜日、夕方5時から6時まで、嫁と俺生配信でライブやってますので、そちらの方ぜひともチェックしてみてください。詳細は、コメント欄にリンクが貼ってありますので、そちらの方からぜひとも覗いてみてください。というわけで、いつもです、行ってみよう。はい。
ございました。この動画を気に入ってくださった方、ヤマハ THR30 かっこいい音するな、またウルトラのライブ気になるなと思ってくださった方は動画の高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。Twitter、Instagram、TikTok もやってますので、フォローお待ちしております。演奏をやらない嫁チャンネルっていうチャンネルもございますので、そちらの方もよかったら登録しておいてください。のわけでよかったら、また見てね、また見てね。嫁とおるでした。お待ちしてます。待ってます。来てな、来てな、来てね。そう、会場でも配信でもな、来てね。来てな。